ございます。今日は X 仏陀第7話の授業を聞いて、私の感想と宿題の一部をシェアしたいと思います。真の教育者として思い出すのが本居宣長とか吉田松陰なんですけど、やはりその人たちに共通しているのは志とか理想とか信念とか情熱とかがあったってことですかね。あとはブッダとかキリストとか孔子とか、まあいろいろいます。聖人君子、して偉大な哲学者とか、まあ話が大きくなってくるのですが、まあ、やはり世の中には、教育者によって人生が変わった、まあ、そういう人が多くいるのは確かですよね。まあ平たく言えば恩師の存在ですね。で、まあ、人生のセレモニーとかにね、恩師を招待して今日私があるのは先生のおかげでございますでね、深々と頭を下げて感謝したり、あの時の先生の愛ある言葉や態度、あの態度、それで私は救われました。苦しい時、辛い時、これを乗り越えることが先生に対するご恩返し、そう信じて今まで一生懸命頑張ってきましたとかね、そういう言葉を聞いたことがあります。あと結婚式って言えばね、恩師が出てきますよね。恩師が出席してくれてね、格好がつくっていうか、そのエピソードを披露すれば新郎新婦のバックグラウンドなどが一気にこうイメージが広がったりします。そのようにね、生徒の人生に結構深く関わっていたのが先生なんじゃないかなって私は思っています。ところがですね、現実問題として理想も情熱も持ち合わせない教師が学校教育に携わっていて、当然子どもたちに影響を与えている。仰げば尊し、我が師の恩とかいうのは遠い過去の話になりかけていて悲しいです。まあそんな中で私たちは、たとえ本居宣長や吉田松陰のようになれなくても、せめて自分自身の理想や哲学を追い求める、そして愛と思いやりの心で生徒を導く、まあそのための努力は惜しまないっていう姿勢ですね。まあそれが必要だと思います。生真面目でなくてもいいです。もう、まあ、私みたいにズボラでね、面倒くさがりの性格であっても、まあ、人間として生きる道っていうものを、まあ、自分なりのペースで求めるっていうのが大切だと思うんです。聖人君子にならなくてもいいじゃないですか。人間臭くていいんですよね。教育者としては、まあ、己っていうものを横に置いてエゴを捨てて挑む、プライド、それから自覚を持った教育者が世の中に増えてほしいものです。また教育者という名前がつかなくても、ご近所同士が一つになって子どもたちを育てていたっていう時代がありましたよね。自分家の子どもとよそん家の子どもを分け隔てなく、まあ、叱り合ったりしていました。まあ、そんな公共の愛っていうのか、なんというのか、まあ、その愛情表現っていうものに垣根がなかったんですね。その辺はとてもボーダレスな日本人だったんですね、昔、当時は。まあ、そのいい意味での曖昧さ、
それはとても素敵なことだと思います。今の時代、地位や体裁、世間体にばかり気を取られがちですが、まあ、そんな外側に偏った考え方をするよりも内側の、まあ、愛情重視の世の中っていうものを早く取り戻したいですよね。まあ、人類の何百万年の歴史上ですよ、一度だって愛を求めなかったことはあるでしょうか。人はですね、愛を求めて子孫を残した結果が私たちの存在ですよね。若者は愛を語り、赤ちゃんや子供は愛を求めて、まあ、大人もそうですが、抱きついたり言葉を求めたり、おもちゃを欲しがったり、靴下を履かせて欲しがったり、そばにいてほしいってダダをこねたりします。まあ地球には、言葉も文化も違う国がたくさんありますね。いくつあるんですかね。インド、アフリカ、アラスカ、チベット、南太平洋の島々とかあります。まあ、文化が違えば習慣が違う、当たり前のことですけどね。こちらの国で許されることがあちらの国ではタブーだったりします。でも共通しているのは愛を求めているっていうことなんですね。みんな愛は共通語、国際語なんです。私たちが学びたいって思う欲求の先にはひょっとしたら愛があるのかもしれません。食べるのも寝るのもセックスするのも仕事をするのもコンサートに行くのも誰かに会うのも勉強するのも愛が欲しいからじゃないかな。まあ、充電が切れるとパソコンもスマホも真っ暗になって動かなくなりますよね。それと同じように愛が切れかかると人間は正常に機能できなくなるんです。もう機械や人間がバグるっていうのは意味があるんですね。まあ愛という抽象度の高い言葉ですが、人間から愛を取ったら何が残るんだ、まあというくらい愛は読み書きそろばんより大事な大事なことなんだよっていうことを、まあ幼い頃から教えてほしかったですね。で、愛を意識しつつ形を整えていきましょうよっていうのが X ブッダなんですね。だから第一ステージだけで12話もあるんです。今回のテーマはプロフェッショナルセルフイメージでした。プロとしての自覚、プロ意識を持つっていうのは、まあ、内側の問題ですが、生徒さんからプロとして認識されるかどうかっていう、いわば外からの評価の問題にフォーカスしたのが今回の授業でした。なので第7話の宿題2ですが、プロフェッショナルかどうかの自己チェックですね。自分は、ここが素人っぽいな、そんな風に思うところを3つ書き出します。ここは甘かったな、ここは教育者としてはちょっとブロックになりそうだなって思うようなところですね。それを書き出します。そしたらね、次にアウトプットするんです。家族でも、まあ、友人でも、他の大切な人でもいいんですけどね。一番これを聞いてがっかりされたら嫌だなって思う人に告白します。でね、こんな風に言うんですね。実は私はこの部分が一番素人なんです。教育者としてね、ダメなとこなんです。でもこれから進化します、見ててください。こんな感じで、決意して約束してみるんです。まあめんどくさくてちょっと勇気のいるワークですよね。でも仙人さんは言います。
多くの人が錯和して言い訳して自分の弱点を受け入れないし認識さえもしない。当然告白もしない。だけどこのプロセスが大事。そうすることで1年後にはその弱点や欠点が克服できているんだよ。こんな風に、授業で話していました。で今日最後に伝えたいことですが、教育全体を通して子どもたちの自尊心や愛国心はないがしろにされて、愛情が欠落したまま大人になっていっている。まあどんな人の心にも体にも生まれ育った魂が生きていますよね。それが封印されつつあるように感じてしまうのは私だけでしょうか。魂を磨く、そんな言葉が死語にならないように、凡人でも真の教育者になれる、そんな方法を X ブッダから学び取りたいと思います。プロの先生には尊敬の念が湧いてきて深い愛情も感じられる。そんな先生の授業からは学習意欲も湧いてくる。そして内容が記憶に残りやすいですよね。そうなって初めて素晴らしい教育内容が生きてくるんですね。なのでプロフェッショナルなセルフイメージを作り上げること大事なんです。で名実ともにプロフェッショナルになることが大事。外側から評価されることも大事。そうなるためのノウハウが第7話でした。はい、というわけで今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。